メイコです。フィアナだぞ。今回は例の問題を深掘りしていきたいと思います。何の問題だ？こちらです。ビックリマンの世界における性別問題。こちらについて話していきたいと思います。なんかそんな話してたな。そう。先日、ホーロ術とスイカ長は男なのか、女なのか、という動画出したじゃない。出してたな。そうしたところですね、いろんなコメントいただきました。ありがとうございます。礼を言う。その中でですね、いろいろと面白い情報を教えてもらったんだけど、その中でまずはとんでもない情報を話していきたいと思います。どんな情報だ？なんとビックリマンの世界には性別は存在しない。マジか。これは公式で言われていたみたいね。厳密に言うと、明確な性別は存在しないと、公式サイトとか、コロコロなのかな、雑誌とかでも言われていたみたいなのよ。それが公式見解ということなのか。一応、見解としては出ている。男っぽい見た目か、女っぽい見た目かはあるけどね、みたいな。では、例の二人は、男でも、女でもないということか。公式見解通りならそうなるんだけど、歯切れが悪いな。私はあえて言おう。ビックリマンの世界には性別は存在する。私はそう思ってます。公式は間違っている。公式に喧嘩売るのか。売っていきますね。なぜそう思う？なぜなのか、その理由を述べていき立証していこうではないの。理由その1、男や女の文字がビックリマンの世界には存在する。例えばだけど、男の文字が入ってる天使や悪魔として、天使ダンジャックとか、ダンキホーテ王、ダンマザンゲや狼ダンマなどがあるわけよ。同様に女の文字が入った天使や悪魔では、十字架天女や神女メフとか美魔女魔とかいるわけよ。それがどうした？男や女という文字が存在するということは、男や女についての概念や定義があるということじゃないの。概念や定義があるからこそ、その文字が生まれているわけでしょう。そして、その概念や定義に当てはまるから、男や女の文字が名前につくわけじゃない。まあ、そうだな。概念や定義がなければさ、男や女の文字が存在するわけがないじゃない。だから、こういった特徴を持つものが男である。こういった特徴を持つものが女であるというのが、ビックリマンの世界に存在してる、ということよ。大事なことだから繰り返すけど、そういう考えがないのであれば、それこそ男や女という性を区別する文字が生まれるわけがないでしょう。だけど、存在するということは、やはりこの世界には、男や女という性別が存在するという証だと思うのよね。くどいようだけど、性別が存在しないのなら、男や女の性を区別する文字は存在してるわけがない。性別が存在しないのに、男や女の性を区別する文字が存在する理由を逆に教えてほしい。よくわからんがわかった。これが理由の一つ目ね。理由はまだあるのか。あるよ。理由その2、ビックリマン関係者たちの発言。なんとビックリマンに関わってる人が性別に関する話をしちゃってるのよね。例えばどんな話をしてるのだ？これビックリマンの公式サイトでビックリマンオールスターチョコというものを発売した際に、ビックリマンのデザインを担当している我々の世界では有名な米沢実氏と兵藤聡氏にインタビューしているんだけど、この中で米沢さんがこんなことを言ってるのよ。女性キャラの中でひときわ人気の高い十字架天使の新ポーズにも挑戦したいですね。女性って言っちゃってるんだな。言っちゃってる。デザイナーがその認識だから、男や女あるじゃんって話なのよ。そしてもっとすごいのは、コロコロのオンラインでの話なんだけど、我らのあの丹後博士にインタビューしてる記事があるのよ。来たな、丹後博士。
しかも、そのインタビュー記事のタイトルが、史上初の女性ヘッド、サタン・マリアと若人種誕生秘話。そこでも女性と言ってるのか。言ってる。しかも、単語博士もこう語ってるわけよ。その部分を引用するけど、女性ヘッドには抵抗はなかったですね。男ばかりで戦っていてもしょうがないですし、男も女もいるやんけと。そうだな。当時のデザイナーやそれこそ作っていた人が、そう証言しているということは、完全にビックリマンの世界には、男や女の性別があるでしょうということになるでしょう。まあな。当時の人が言ってるのだからな。でしょう。そして、理由その3。これはちょっと未確認情報なんだけど、ビックリマンモバイルという携帯のサイトがかつてあったと、アニメ関連の情報を出していたらしいんだけど。それがどうした？で、モバイルで、アニメのあらすじというか補足情報みたいなのを紹介してたりするんだけど、その中でクロスエンジェルの説明があるみたいなんだけど、そこで女性初の天聖勲章受章者という記述があるのよ。そう言ってるのか。言っちゃってるのよね。それを考えるとさ、男女の区別はあるじゃないかと。ないんだったら、女性初という表現はおかしいじゃない。そうなるよな。ただ、一つこれについては、思うところがある。何のことだ？一番初めに、ビックリマンの世界に性別は存在しないという話をしたでしょう。したな。実はあれは書かれた文章はもっと長いわけよ。その中の重要な部分を抜き出したわけだけど、実はその文章の最後に、カッコして、シール版においてはと書いてあるのよ。そうなのか。だから、今、話していた話は、基本アニメについての話だから、アニメ版には性別はあるけど、シール版にはないよと言いたいのかもしれない。なるほど。でも、これまで述べてきた、私の意見を否定できてはいないけどね。まあ、そうだよな。それにもう一つダメ押しで付け加えたいんだけど。まだあるのか。理由その4。女子高生ゾンビ。記憶に新しい36弾で、女子高生ゾンビが出てきてるわけよ。女子いるじゃないかと。しかも、彼女たちを作ったのは、ブラックゼウスなわけよ。このブラックゼウスは旧ビックリマンの時からいるブラックゼウスなわけよ。ってことは、昔から女子高生という存在を知ってたということよ。もしかすると、シソジュラが女子高生が好きで、そこから知識を得た可能性が強いと思うけど。そうなのか。わかんないけど、それはともかく、そんな昔から知ってたわけだから、結局昔から、そういう概念や定義は存在したとしか思えないのよね。もしないのであれば、女子高生なんて考えは、存在しないはずだからね。てか、この世界には高校が存在するのか。するんでしょうね。高校はないのに、女子高生は存在するって意味わからないじゃない。そうだよな。それで、結局どういうことなんだ。これはあくまで個人の意見ですけどね。結論として言えるのは、メタ的な話を含んで言うのなら、当初は間違いなく、男と女の区別はあったと思う。ところが、最初に言った例の、ビックリマンの世界には、性別はないよというのは、実はファンから質問されたのよ。ギャルジャーは男の子、それとも中性化みたいな。それに対して、衝撃の真実と言って、その話をしてるのね。だから、この時初めて、性別がない話をしてるのよ。つまり、この時質問されて、性別がないと言った方が面白いと思って、この時初めてその設定が出来上がったと思うのよね。ただ、その設定は今では引き継がれずに、忘れ去られて、女子高生ゾンビというのができたりしている、ということなんだと思う。結局は、ビックリマンの世界に、性別は存在します。なるほど。で、そうなると、例の二人は結局どうなるんだ。この二人ね、実はビックリマンの世界には、
逆位相パワーアップというのがあるんだって。なんだそれは。簡単に言うと、老いたものから若き者、男性から女性へと対極の存在になればなるほどパワーアップしてるということになるんだって。逆に言うと、パワーアップすると対極の存在になると、そこから考えると、女性が合体してパワーアップしたということは男性に変わったのではないかと。なので、私は二人とも男性に変わったと思うんだけどね。なるほどな。で、これからまたランキングとかやりたいんだけどさ、これはあくまで私の流儀として、性別に関しては、まずは見た目で判断します。そこから、名前とか、ストーリーとかで、男女を判断していこうかなと。そこで判別つかない場合は、もはや勘で男女の区別をしていきたいと思います。その中でももし間違いとかがあったらですね、ぜひご指摘いただきたいなと思います。指摘してやってくれ。というわけで、以上ビックリマンの世界における性別についてのお話でした。何かご意見があれば、ぜひ教えてください。正直、公式がはっきりしてほしいんだけどね。そこがビックリマンの魅力なのではないのか。魅力ではあるけど、なるべく混乱はさせないでほしいね。ロッテ、見解は統一しろ。